L-4S ロケットは、東京大学宇宙航空研究所が、日産自動車宇宙航空事業部と共に開発し、日産が製造、東大が運用した、日本初の人工衛星打ち上げ用、固体燃料ロケット。1966年から1970年に、かけて5度打ち上げられ、5度目にして、日本初の人工衛星、を隅の打ち上げに成功した。 これによって日本は、ソ連、アメリカ、フランスに続き、世界で4番目に、自国の能力により、人工衛星を打ち上げた国となった。L-4S ロケットは、ラムダロケットの一種で、ミューロケットの衛星軌動投入技術を、開発するためのテストベッドとして計画された。K4 段の全段固体推進材ロケットで、1段目に、L、L753。 二段目に L753 の長さを短くしたものを三段目に L500、四段目に L480S を用いた。さらに二号機以降は一段目に2機の補助ブースターが取り付けられている。今では考えられないが L-4S ロケットは誘導制御装置が付いていない世界初の無誘導衛星打ち上げロケットである。しかし、 単にまっすぐロケットを打ち上げても軌道には乗らない。何らかの方法で機体を制御し、地表に対し水平に向きを変えなくては、衛星を軌道に投入できないのである。これは決して開発能力がなかったわけではなく、誘導装置は、ミサイル開発につながる、軍事技術へ、転用可能という指摘が、野党の日本社会党等から上がり、 開発着手時期が大幅に遅れたためである。この大対策として、第1弾と第2弾は尾翼による空力的効果で、第2弾と第3弾はスピンモーターにより機体をスピンさせて安定を保ち、第3弾燃焼終了、分離後、完成により放物線軌道を飛翔中に、第3弾はレトロモーターで飛翔経路を後落とさせ、第4弾は デスピンモーターでスピンを停止、姿勢制御装置で第4弾を水平姿勢に制御、その後、リスピンモーターでスピンを再びかけて放物線の頂点で第4弾の燃焼を開始するという非常に手の込んだ打ち上げ方式の無誘導重力ターン方式で軌道に投げ込む方法を取ることとなった。無誘導重力ターン方式での手の込んだ一例を挙げると、デスピンモーターがある。 一旦点火をすると燃焼を中断できない固体ロケットによってロケット本体のスピンを止めるためデスピンモーターはスピン方向と反スピン方向の両方にノズルを持っているデスピンモーターは燃焼直後には反スピン方向のノズルのみに燃焼経路を開きスピン停止のための噴射を行うがスピン停止を検知するとスピン方向のノズルにも燃焼経路を開き 相対推力を例にする。この技術は、後の宇宙圏衛星打ち上げロケットに採用される、ロール制御モーター、SMRC に結実する。打ち上げ時の重量9.4トンと、理論上可能なだけでなく、実際に人工衛星を打ち上げたロケットとしては、2018年に1月に至るまで、歴史上最も小型軽量であった。 この大きさを下回る衛星打ち上げロケットの計画はいくつか知られていたが、日本では SS-520 ロケットによる軌道投入計画の具体化が進んでいた。2017年1月の打ち上げには失敗したものの、2018年2月3日に再挑戦。 SS-520 ロケット5号機が、重さ約 3kg の超小型衛星トライコム -1R こと、タスキを軌道に乗せ、実際に人工衛星を打ち上げた、史上最小のロケットとして、ギネス世界記録に認定された。打ち上げはすべて、鹿児島宇宙空間観測所から行われた。ここでは、試験機の L-4T の打ち上げも合わせて記す。 ありがとうございます。